はい、アミです。よろしくお願いいたします。それでは今回は、10分切れ負けやっていきたいと思います。相手の方、3段の方になりました。よろしくお願いいたします。ちょっと17連勝っていうとんでもない記録ができてしまっているんですが、まあね、ちょっと鬼神ライブなどやった関係もあるので、これは実力ではないですね。まあ、また、実力でしっかり連勝を作れるように頑張っていきたいなと思っております。それでね、まあちょっとまだ居飛車か振り飛車か確定していないんですが、四間飛車ですね。居飛穴に組んで、切りよく20連勝まで狙っていきたいなと思います。対振り持久戦。一応五段に戻すってことで、あの例のライブやりましたが、まあこれ以降は鬼神とか一切使わずに、やっていきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。できるだけ四間飛車崩しの手本になれるような将棋をさせたらいいななんて思っております。ちょっとごめんなさい、咳が失礼しました。これでちょっと穴熊に、潜りまして、9九玉、8八銀、7八金から6八銀と松尾流で行くのか、それとも、7九金型で、早めの仕掛けを狙っていくのかっていうのは難しいところですね。そうですね。これ、9三桂とかで、トマホーク的な、指し方を狙っている可能性も、ちょっとありますかね。あ、やっぱり、最近のこれがトレンドですかね。取ると、しかし、この場合取るとどうすんだろうな。ちょっと危ないですかね。取るか。取って、8五桂には8六角引いて、6五歩の時に5三角成ができるんで、まあ、トマホークでも、ですね。あまりこの5三の地点が薄い状態で、やってくるっていうのはほとんど 見かけない指し方ですね。居飛車穴熊。あ、てか一回9六ついとけばよかったか。9六ついとけば何もできないからな。あ、9六つくんだったな。これで飛車回って、9五歩とついてという感じでどうでしょうか。しかし飛車回って9五歩に、5二金としっかり締まられておくと、やっぱり次に、6五歩が厳しい手に確かになってはくるんですが、で同歩同銀6六歩に、9七歩から猛攻を加えてくると、おそらくそういう展開になってくるんでしょうね。急に飛車、先に。これしかし、9五歩ってついちゃうとどうすんだろう。一回角上がるか。角上がダメだな。一回ついて、ついた瞬間に7五角上がると、香車守るには8二玉しかないんですが、行ってみようか。これでね、次9四歩あるんで、そうですね。これで角上がれば8二玉には9四歩が先に入ります。これは、まあ、かなり有利になったんじゃないでしょうか。そうですね。これは非常手段なんで、優勢は間違いなしと。どうしようかな。取っちゃう手もあるんだけど、取るか。これどうしようかな。同桂なり同銀に、6六歩から攻めてくるっていうことですね。9八歩で、無難にっていうこともあるんで、9八歩の方が安全ですかね。9八歩でいいか。これで、同歩なり同玉は、角筋から王様それますので、極めて安定した戦いができます。
まあ、ちょっと6六歩同金6五歩、6七金で角筋がいつでも直射する筋がありますので、それは絶対避けたいですね。そうですね、まあここは1本とりあえず入るんですが、同銀は、4六飛車、同角も取って取って4六飛車、同角同角に同金は3九角からという筋がありますね。ということで同金になるんですが、こちらとしてはいつでも9三角成で、角を馬にしながら逃がすという手があるので、うん、そうですね。これで、6八香とか6七香とか打っていくような手もありますね。まあ、取っちゃうのが一番わかりやすいでしょうか。で、6五銀と上がってくるんですが、どうしよう。まあ、取って取って6八香が手堅いですかね。まあ一回取りますか、火種は。これで6五歩はその時にちょっともう一回、あ、6五銀ですね。6五銀に、まあ、取って取って香車打つか、単に香車打つか、まあ、6八飛車と回るような筋もあります。これ難しいですね。まあ、6五銀はほぼ間違いなくやると、そうですね。これしかないんで、やると思うんですが、ここで6八香車と打つのが硬いのか、それとも他の手がいいのか、ちょっと難しいですね。とりあえず打つか。まあ、金引きは、6六歩がちょっと気になりますね。私気になりますという感じなんですが、いやこれはしかし取ってボロッと一枚取れちゃうんで、まあ、桂成から9六歩はあるんですけど、大して、怖くないので、これで、かなりいいんじゃないでしょうか。まあ、そうですね。まあ、一枚ボロッと いただけますんで、いただけるものはいただいておきましょう。まあ、打ってくるのかな。まあ、どっかしらでちょっと6八飛車の王手がめちゃくちゃ痛そうではあるんですが、ある程度しっかり受けて、受けまくってからのってところですね。まあ、基本的にしっかり、受けて、6四桂とかが間に合ってくればそれで勝てるので、まあ、慌てないという感じでいきたいですね。6七金には6八金打ちとがっちり打ってしまうのがいいでしょうか。以下同金なら、同飛車が王手になるのでかなりきついですね。まあ8四香とかは8三馬と寄る手が王手香取りになるので、これはダメそうですね。まあ8五桂なら8六銀とがっちり打ってしまえばいいんじゃないかなと思いたい。しかし、9六歩同歩、9七香車の筋は、ちょっとだけ嫌ですかね。まあ、がっちり、銀打っちゃって、いいか。まあ、そうですね。これさっき言った、これで抜けるからいいんじゃないのって思ったんだけど。これで桂打っちゃうか。6四桂打って、8七香成はあるけど、まあ、いけるやろうと。まあ、これで、6二金とかだと、7二桂成から8四馬で勝負どころなくなるので、まあ、負けても8七香成の一手になるかなと思います。そこで、後手玉に、詰みまでありそうなオーラは、漂っているんですが、
そうですね。まあ、ここはもう本当に、しょうがないところで。いやー、まあ、7二馬から4三桂で第一感は詰むんですが、いやー、そこまでやる必要ないか。ドット内しよう。まあ、普通になんか、桂馬取ってから9八金とかで、がっちり受けとけば、それでいいんじゃないのと。そういう感じもするんですけどね。まあ、とりあえず一回王手決めて。いやー、これで4三桂で積んだらすごいかっこいいんですけどね。同金なら5二金から、追っていって積みそうなんですが、同飛車の時に、本当に積むんかいなと。5分。いや、ちょっとこれは危ないですね。やっぱり、頓死だけはしないように手堅く受けて終わりにしたい。9八金打って、思ったほど簡単じゃないのかな、これ。いやー、9八銀の方がいいのかな？どっちだ、これ。金打つか。これで8八成香なら、同金は8七歩でおかわりが来ちゃうので、まあ、同飛車がいいでしょうかね。まあ、そうですね。これがまた、おそらく詰めろになっているんですが、まあ、5五桂などとして、詰めろ逃れの詰めろっぽく言っとけば、いけるんちゃいまっかということですね。いやー、これで。もうゴールしてもいいよねって感じかなとは思うんですけど、なんとかね、これで終わってほしいな。いやー、でもどうなんだろう。これでとりあえず角道さえ止まっちゃえば、あと、5二桂成、同飛車6二、そうですね。いやー、6三銀取って、7二金なら5二銀で詰むんで、これでいっか。これでね。こんな感じでどうでしょうか。攻め駒の団子4兄弟みたいな感じでね。いけるかな。いやー、7二金なら5二銀打ちで、詰みますし、同金も同馬で受けなしですね。こちらの王様は角筋さえ止まっていれば比較的安全ですので、大丈夫かなと思います。ありがとうございました。マイナンバーワンということで感想戦やっていきたいと思います。本当はサムネに18連勝ウェイみたいなつけたいんですが、17連勝が正直全部鬼神のやったことなんで、こっからが本当の私の連勝のスタートということになりますね。ま、以前、最高連勝が16だったので、それを人力で超えられるようにこれからも頑張っていきたいなと思います。で、結論から言うんですが、このトマホーク無理です。6二玉型とかで5三の地点を守れていないと、こうやってボロッと取られちゃうんですね。私もなんか、昔似たような失敗したことあるんでよくわかるんですが、まあ、この時に、6五つけないとおかしいんですね。まあ、そもそもつけたところで本当にいいのかという話もあるぐらいのギリギリの局面なので、この時点で5三地点が守れていないっていうことはもうほぼ負けを意味すると。だいぶ不利と考えていいかなと思います。まあ、もしやるのであれば、
これですね。ま、ここで、5二金、あるいは、ま、4五歩とついて、それで、ま、本当はね、6五歩の反撃があるので、ま、4五歩とか早く突きすぎるとダメなんですが、ま、目つぶってついて、ま、9三桂から8五桂と、そういう指し方はなくはないかなと思います。ま、とにかく、ちょっとこう、急戦やりたい振り飛車っていうのは、7一に王様引くと大体失敗するかなっていうのが、私の経験則ですね。6二に王様置いて、9三桂跳ねたりとか、まあ、7四歩7三桂8五桂と普通に活用したりとか、その方が、まあ、うまくいくことが多いなというふうに思っております。7一に引いちゃうと、結構な確率で作戦負け、するのかなーなんて思ってますね。で、平凡に組んで、歩取れそうだったんで取って、これで、6五歩は5三角成があるんで、やりづらいですね。まあ、ただ、それでも目つぶって6五歩っていうのはあったかなという、ないね。銀取られちゃうからダメですね。そうですね。で、今日上がって、ついて。まあ、これは、まあ、9七桂成ないし、香成を防いだ手になってまして、あと9五歩から9四歩で攻める狙いもあります。で、これで、まあ、角上がって、8二玉だと9四歩がもろに刺さっちゃうので、もうこの段階で香車捨てるしかないんですが、これなら、9七香成ないし、9七桂成より圧倒的に、こちらの王様が安全ということですね。はい。で、6七から打ったのは、6八飛車の応援をどっかしらで効かすことができるんじゃないかと考えたからなんですが、ここでまあ、6六銀、同銀、4六飛車には、まあ、5七銀が、まあ、5五銀ですね。5五銀の方がいいか。5五銀が王手。飛車取りになりますので、それはちょっとやりづらいですね。6六歩は一回同香と取って、6五歩には4六銀で、結構です。はい、ということで、まあ、最後、際どい局面も現れたんですが、まあ、9八金が受けの決め手級の手になりまして、なんとか勝つことができました。8八成香は同飛車ですし、9八成香も同玉でちょっと攻めが続かないですね。本譜の8六歩も5五桂馬と3三の角の利きさえ消してしまえば、まあ先手玉安泰で、後手玉はかなり危ない格好で、ここで体勢が決まったかなという状態でした。ということで、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。高評価、チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。